はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日から少しですね、好きなアイテムから相手を知るというね、そういった項目を行いたいと思います。今、画像ではですね、私の著作の人間リアル鑑定術の画面でいつも説明しているんですが、これは最初ですね、出版の編集部の方には入れる予定はなかったんですが、編集会議というのがありまして、それをやっていくうちにこれぜひ入れようという話になりまして、私に追加原稿が来たものです。では読んでいきます。毎日身につけたり持ち歩いたりするアイテムで何となく集めているものはありませんか？実はこういうこだわりからも人の性格や興味の方向性がわかります。自分が弱いと感じる資質をアイテムやアイテムのカラーで補うのも良いでしょうということです。いきます。帽子を集める人は年上の人に可愛がられます。その結果良い紹介や縁に恵まれ、理想の結婚ができるでしょう。帽子の型やつばのあるなしによって意味合いもちょっと違ってきます。1、つばのある帽子は友達のような恋、ニット帽はわがままを抑える恋を求めるというふうに言われています。はい、ではね、しばらくこんな感じでアイテムを考えてみたいと思います。